来週12レース一般戦ですが2世選手バトルということでご覧の6選手。さあダッシュの3艇から後席上がってまいりました。1番2番3番4番5番6番の枠なり、まもなくスタート。3秒2秒1秒前、今スタートしていきました。好スタートはダッシュ勢から5号艇6号艇、内側から伸び返して1、2、3のスロー勢も出ていきます。逃げる1号艇を刺して2号艇の金子、真ん中3号艇が攻めて握った5号艇で6番4番ですが、さあバックスイッチ、1号艇の懐が3号艇の前田が上ってきて、1号艇と3号艇と早くも人気の両者の一騎打ち突破争い、そして2号艇4号艇6号艇かかって後方に5号艇となっています。なおスタートは正常でした。ランタンマークル突破争いは内からまくり出した3号艇の前田が回って、外を全速で1号艇の関野が握って回っていきますが、全速旋回、1号艇の関野が上がってくる。そして2番3号艇フードコールから今度は4号艇接近ですが、レースは2周目とあります。先頭は今日は1号艇の関野、見事今日連勝へと向かって先頭1周にマーク全速旋回。さあして2番手ラスや今度は3号艇の懐4号艇、2周目で出したマーク4号艇の上りが回った。さあ仕返してくる3号艇ですが、3号艇振り込んで転覆、ここで4号艇の上りが2番手に浮上。そして3番手に2号艇で1音蓋です。なお3号艇の前田咲が失格となっています。予選トップ通過前田がここで転覆、ラインタンマーカートップで回る1号艇の関野、そして2番手で4号艇の上りが2番手逆転、3番手に2号艇の金子となっています。上位が1号艇4号艇2号艇1音蓋となって最終周回へと入ります。さあここはアクシデントがあって3号艇の前田咲が失格となっていまして、最終周回の第1ターンマークレスキューの外を回ってバックスレッチへと入ってまいりましたが、先頭で1号艇の関野綾、